永遠の夫。ロストエフスキー。前回の続きからです。十七。永遠の夫。私たちが前に述べた出来事があってから。 ほとんど丸二年たったそこでまた私たちはベリチャーニノフ氏の姿をある夏の日の昼下がり新たに開通した我が国のさる鉄道を疾走しつつある客車の中で見出すのである彼は寄付用がてらある友人に会うためにオデッサを指して行くところであった が、またそれと同時にもう一つこれもまたかなりに心楽しい事情が彼にこの旅行を思い立たせたのであったつまり彼はその友人を介して久しい以前から懇意になりたいと望んでいたあるすこぶる魅力ある婦人とあわよくば初対面を遂げたいものと期待していたのである この際くだくだしい話は立ち入らずに彼がこの2年の間にまるで見違えるようになったいやむしろ見違えるほど血色が良くなったということを記して奥にとどめよう以前のヒポコンデリーの症状は今ではほとんど痕跡すらも認められなかったその病気の結果として2年前 あの訴訟事件の思わしくなかった頃ペテルブルグで彼を悩まし始めていたあのいろんな階層壁やまたあの不安な気持ちからは今ではもう全ての自分がいかにも招待者だったという意識から来る若干のひそやかな周知の情のほかは何一つ残ってはいなかったああしたことはもう二度と再び るる気遣いはあるまい。はあまそしてあのことはあのまま闇に葬られて誰かに嗅ぎ出されるようなことは決してあるまいという確信が幾分は彼の褒めた苦労の償いをしてくれたのであったなるほどあの頃の彼は世間を見捨てて身なりまでお粗末にし交際仲間の目を避けようを避けようとしていたのであった。 そしてもちろんこの機械な行動が交際仲間の目を逃れるはずもなかったところがその彼が待つ間ほどなく悔い改めてそれと同時に新たに蘇生したもののようなみずみずしさといかにも自信に満ち満ちた様子を持って姿を現すことになったのでみんなは直ちに彼の 時の落語を許してくれたのであるそれのみか彼が水で行き合って挨拶さえしないまでになっていた連中の方がかえって一番先に目ざとくも彼を認めて親しげに手を差し伸べてくれたしかもその連中はまるで彼が他人の妖怪の限りに いざる事の都合でどこか遠いところへ行っていて今しがたそこから帰ってきたばかりででもあるかのように質問攻めなどは一切せずに気軽に彼を迎え入れてくれたのだった全ての情勢がこうした有利な大角度の講演をきたした原因は言うまでもなく例の訴訟が勝訴に忌したという事実であった。 ベリチャーネノフは都合6万ルーブルの金が入っていたもちろん取り立てで言うほどの金額ではないがしかし彼にしてみればなかなかの大問題だったのである第一彼はこの金を手にするや否やまず自分の足場が再び健康になったのを感じしたがって気がよほど楽になった彼はまた 今手に入ったこの最後の金を以前に2つの財産を放投した時みたいにまるでバカ者のようにも、ま、はや使い果たしはしないだろうことをひいてはこの金額がもって彼の一生を支えるになるであろうことをはっきりと承知していたよしんばどんなにこの国の社会機構が破壊されようと あいつらがなりもの入りで何事を幻想してまいろうとと彼は時折自分の周囲やまた広く全ロシアにわたって行われつつあるあらゆる機械な真んずからざるほどの事柄を目にしたり耳にしたりしながら考えるのであったまたそんじょそこらの人間やその思想が 余はどんなに生まれ変わったにもおせよだ。俺は依然として今こうしてしたためつつあるような凝ったうまい食事ぐらいにはことうまく巻いてだからつまり何でもござれさ。こうした肉欲的なまでに優柔な考え方が次第次第に強まっていって今では全く彼を支配するようになり それが精神にもたたらした変化は威張もがな、肉体的な変化をまで引き起こしたのであった彼は今ではもう私たちが2年前に見たのらくらもの、あんなふうなみっともない事件がその身に起こり始めていた時代の彼の姿に比べると全く別人の感があった快活で明るくどっしりしていた あの頃の彼の目の周りや額にはそろそろ立ちの悪いしわがたたまれだしていたものだったがそれも今ではほとんど消えていた顔の色つやまでが変わってジョージより色白になりそれにつややかな赤みがさしていたその彼が今一等車の座り心地のいい座席に深々と腰を下ろしているのである そして早くもこの時ある微笑ましい想念を心に浮かべていたそれに次の停車駅が分岐点に当たっていて新しい視線が右へ分かれているところから思い浮かんだものであったもし俺がひとときこの直線線路を捨ててちょいと右の線へそれさえすりゃ二丁場も行くか行かぬうちに ついでにもう一人知り合いの夫人を訪問できるんだがな」と彼は考えるのだった「あの女はついこの間外国から帰ってきたばかりで今じゃあんな田舎町でしょんぼりくすぶってるんだ彼女にしてみりゃ退屈極まる暮らしだろうがそこがまた俺のつけ目立て」といった次第であそこでもお弟子さんに劣らぬ 面白おかしい時が遅れそうだな言わんやそれ少々行くのが遅れたってオデッサの方が消えてなくなるわけでもなしさそうは考えたもののやはりまだいずれとも決心がつきかねていた彼はきっかけを待っていたのであるそうこうするうちにその停車場が近づいてゆき 彼の待ち受けたきっかけの方もやはり遅れずに向こうからやってきてくれたその停車場は40分停車するので旅客は降りて昼食をとることになっていたやがて列車が止まると12棟待合室の入り口のあたりはこうした場合の ご多分に漏れずせっかちな慌ただしい連中の押し合いへし合う群れで埋まってしまったそしてまたこうした場合の慣例であろうが人相当を持ち上がってしまったのである群衆に混じって二等車から降り立った夫人があったなかなか人目を引く器量ではあったがしかし旅行者にしてはどうもいささか けけばけばしすぎる身なりをしたこの夫人は両手でもっとほとんど引きずらんばかりに一人の非常に若い美貌の騎兵必死感を自分の後ろに引き連れていた士官は彼女の手を逃れようとしてしきりに身をもがいている若い士官はひたたかよっていた 一方どう見ても彼の年上の親戚のものと思われるその婦人は一度その手を離したら最後彼が一目散に食堂の酒場へ駆け込むに違いないと睨んでいるらしく一家な彼を離さなかったそのうちに何しろおすなおすなの混雑の中のことだからその士官にこれまた泥のようにベロンベロンになった 人風の男がどっしりとぶつかってしまったこの小商人はこれでもう2日もこの停車場におみこしを据えていろんな取りまき連にわいわい担ぎ上げられながら酒は浴びる銭はばらまくといった調子でいまだに先へ行く列車に乗り込めずにいるのであったそこでたちまち喧嘩が始まって 官はいたけだかにわめき散らすご商人は口汚く罵り立てる例の夫人はただがもうハラハラして生きた色もないという騒ぎになったそれでも夫人は官をけんか相手から引き離して手を合わせんばかりの声で呼びかけた「みーチェンかねえみーチェンかってば」 この呼び方が、故障人の耳にはあまりにも集ゅに響いたらしかった。事実周りにたかっていた人々も思わず笑い声を立てたほどだったがこの故障人ときたらそれどころじゃなく今までの鬱憤にさらに油を加えることになってしまった。彼にはなぜかしらその呼び方が。 洋風美俗に戻る余裕しき冒涜と思われたのである「じゃ、ミーチェンカってばだとよ」と彼は奥さんの金切り声を肉声にまねながら食ってかかった「それも人中でよ」「いてずうずうしったらありゃしね」そうして彼はその時はもう 一番手近の椅子にぐずおれるように身を投げて例の仕官をも自分の隣にやっとかけさせた夫人の方へふらふらとした足取りで近寄ってゆくと部別のまなざしで二人を見比べながら鼻歌でも歌うように声を引き伸ばして浴びせかけた「ええおめえとんだお引きずりだなおふその周りがどろんこだね」。 夫人はキャッと叫んで救いを求めるように悲しげに辺りを見回した彼女は恥ずかしくもあれば恐ろしくもあったのだが一方青年士官はというと一刀両断に決着をつけようとしてにわに椅子を蹴って立ち上がったそして何やらわめきながら小商にめがけて突進しようとしたが途端に足を滑らして どさりとばかり元の椅子に尻餅をついてしまった周りの笑い声はますます高まっていったが誰一人として加勢しようとするものはなかったそこへベリチャーネノフが一役を買って出たのである彼はやにわにムンズと小商人の入れ首をつかむとぐいっと引き回しざま おびえ立った夫人のところから5ほどのところへ突っ放してしまったそれでこの騒動も幕になったご商人はこの衝撃とウェリチャーニノフのおかしがたい風貌とにすっかり恐れ入ってしまった取り巻き連中が早速その彼を連れ去った龍としたいでたちをしたこの紳士の 威風りんりんたる面構えはわいわい生やし立てていた野獣馬どもにも大いに威圧的な効果を生んだ笑い声はぱったりやんでしまった夫人は真っ赤な顔をして涙をこぼさんばかりの様子で感謝の言葉を雨のように降らせ始めたやり騎兵はまばれぬ下で 「ありがとうありがとう」と言いながらベリチャーニノフに手を差し伸べようとしたがその途端に気が変わってそばの椅子に横になることにし二つも三つも椅子を占領して長々とふんぞり返ってしまった「これみーちゃんか」と夫人は両手を打ち合わせて情けなさそうな声で。 たしなめった。